連合国軍占領下の日本。連合国軍占領下の日本は、第二次世界大戦における日本の敗戦からサンフランシスコ講和条約締結までの間、連合国軍最高司令官総司令部の占領下に置かれた日本である。占領の形態について、戦時占領説、保証占領説、特殊占領説がある。連合国は、 日本の占領を戦時占領とも保証占領とも取れる扱いを行っており、純粋な戦時占領や保証占領ではない特殊占領であると、生み方が多い。日本政府は、1945年、昭和20年8月の原爆投下を受け、8月10日に短波放送によりポツダム宣言の受諾を放置し、また8月14日には消直により、 ポツダム宣言を受諾した旨を連合国に通告した。翌8月15日正午、昭和天皇はラジオで終戦の証々を日本国民に発表した玉音放送。1945年昭和20年9月2日に日本政府代表は戦艦ミズーリの戦場でイギリス、アメリカ、オーストラリア、中華民国、ソ連ら連合国との間で 幸福文書に正式に調印した。日本の幸福により、連合国軍最高司令官総司令部の占領下に入った。総司令官は、アメリカ陸軍の元帥ダグラス・マッカーサーであったが、その政治顧問として、国務省からは、ジョージ・アチソンがまた、イギリスやオーストラリア、中華民国からも派遣された。幸福文書の調印に先立ち、連合国軍は8月28日に、 日本本土、北海道、本州、四国、九州に到着したアメリカ軍と、イギリス連邦軍、イギリス軍、オーストラリア軍、ニュージーランド軍やイギリス領インド帝国軍により、日本への進駐を開始した。当時、連合国は、日本本土に対して、軍政を実施するとの情報があり、茂光井外務大臣、東国の宮内閣は9月3日に、 ダグラス・マッカーサーに面会し、直接愚心しこれを撤回させた。一方南西諸島及び小笠原諸島は、停戦時にすでにアメリカ軍の占領下内し勢力下にあり、本土復帰まで、非占領の歴史を歩む。大陸や南方、北方の急領土及び占領地の日本軍は、イギリス軍や中民国軍、ソビエト連邦軍やフランス軍などそれぞれ現地の、 連合国軍に降伏し、領土及び占領地の行政権は剥奪された日本本土のく。占領軍は日本の外交権を停止し、日本人の海外渡航を制限し貿易、交通を管理した。漁業活動のための航海は、マッカーサーラインを暫定的に引き、講和後に廃止されるまで制限下に置いた。1951年、昭和26年9月8日。 日本政府はサンフランシスコ講和条約、正式名、日本国との平和条約に調印した。同条約は1952年、昭和27年4月28日に発効し、日本は正式に国家としての全権を回復した。外交文書で正式に戦争が終わった日は1945年、昭和20年9月2日であるが、 講和条約発行まで含めると1952年、昭和27年4月28日が終戦の日で、駐留した兵士らは休日になると街へ繰り出したが、その際に当時の日本には珍しいカラー写真や動画などで街並みや人を撮影しており、映像資料の少ない地方の様子を知る資料となっている。第二次世界大戦末期に連合国軍は、 戦後の日本占領方式について、日本政府を通じた間接統治案やマッカーサーグループによる直接統治案、一国あたりが担当するコストを減らすためにドイツと同に主要連合国による日本本土の分割直接統治などが検討されて、いたが間接統治の方針に決定した。占領下において日本は主権の一部を制限された状態ではあったものの、 政府が存続し続けた。終戦前に連合国軍により占領されていた沖縄県や小笠原諸島はアメリカ市政権下に置かれた。日本では連合国軍最高司令官総司令部を GHQ までにスキャプと呼称する。最高機関として極東委員会を最高司令官の諮問機関として対日理事会が設置され、その参加に置かれた GHQ が 全面的に業務を行う。連合国は、イギリスのクレメント・アトリン首相や中華民国の省、解析総統、ソビエト連邦のヨシフ・スターリン共産党書記長や、アメリカのハリー・エストルーマン大統領の承認のもとで、アメリカ陸軍のダグラス・マッカーサー元帥を、連合国軍最高司令官に任命した。日本に進駐した、連合軍の中で最大の陣容は、 約75%の人員を占めるアメリカ軍で、その次に約25%の人員を占めるイギリス軍やオーストラリア軍、ニュージーランド軍をはじめとするイギリス連邦の諸国軍であった。オランダ軍や中華民国軍、カナダ軍やフランス軍、そして終戦土壇場になり、日本へ侵略したソ連軍は、国力の問題や英米の反対により、部隊を置かず、東京など、 日本国内数箇所に駐在武官のみを送るに止めた。主権と行政権を留保した。日本の降伏に伴い、日本政府が受諾したポツダム宣言の文面では、当時のイギリスのウィンストン・チャーチル首相の提案によって、日本領土ではなく、日本領土内の諸地点への保証占領となっていた。1945年、昭和20年10月4日、 マッカーザーの示唆により憲法改正の作業が開始された。連合国軍総司令部によって作成された草案を元に日本側による修正が加えられ、手続き上は大日本帝国憲法の全面改正という形態をとり、1946年昭和21年11月3日に新憲法の日本国憲法が交付。1947年、 昭和22年5月3日に施行された。また民法など多くの法律、法体系、日本法が戦前から引き継がれた。明治期以来現在においても、日本の国号は法廷のものではなく、行政上での慣例に従い記述されているが、明治期から大正期、昭和初期まで大日本帝国を主たる国号とし、1935年、昭和10年7月より、外務省は、 外交文書上、大日本帝国に表記を統一していたが、第二次世界大戦後、日本政府が1946年、昭和21年2月8日に連合国軍、最高司令官総司令部に提出した憲法改正要項に国名を、大日本帝国のままにしていたところ、2月13日、GHQ、スキャップのホイットニーにより、憲法改正要項の不受理通知と GHQ、 スキャップ総案が吉田主義ル外務大、松本常治国務大臣らに施行され、その総案の火薬からは国名が日本国になり、これ以降慣例として大日本帝国の国号は使用されなくなり、1947年昭和22年5月3日日本国憲法施行によ、憲法上は日本国の名称が用いられる。日照記形容。 国家を公的な場で歌うことは1945年に全面禁止された。商船機としては国際信号機の E 機の端を三角に抜いた日本商船管理局シッピングコントロールオーソリティーフォーゲパン略してスケージャップの旗が代わりに使用された。またイギリス軍やアメリカ軍の占領地域ではそれぞれの国旗が形容され GHQ が アメリカ軍占領地域の警察署長や市長を通して日本市民に対し異形の念を持って正常期に敬礼するよう命令指令が全国各地にある。1946年昭和21年からは特定の祝日や特定の行政機関のみに国旗敬用が限定的に許された。1948年昭和23年6月に制限令を知らずに 横浜で国旗を掲揚した男性が、アメリカ軍軍事法廷で重労働を6ヶ月の判決を受けるなどの判例があるが、イギリスの占領地域でこのようなことは行われいなかった。1949年1月、GHQ から国旗の掲揚が認められたが、刑罰や軍国主義者というレッテル貼りを警戒して、実際に国旗を掲揚した日本人は少なかった。 学校の教科書の挿絵に国旗があれば削除の対象となった。児童の文房具に日照旗のデザインがついている場合、学校に関心に来た MP に没収されたり消すことを命じられたりしていた。1946年からの昭和天皇の全国巡行の際には例外的に日照旗が用いられた。占領期間、1947年。 昭和22年8月15日まで総司令部による全面的直接的貿易管理が行われた。総司令部の事前の承認なくして一切の商品輸出入も許可されなかった。しかし、冷戦によって日本を西側諸国寄りの国として復興する、つまり逆コースへ誘導する必要性が出てきた。そのため1947年、 昭和22年6月のマーシャルプラン発表とともに、同年8月15日より、対日経済封鎖を緩和し、制限不民間貿易を再開した。その決済手段として、ナショナルシティ銀行にスキャップ勘定が設定された。1945年、昭和20年9月3日、スキャッピンに、日本政府は、連合軍の必要とするすべての資材を供給しなければならない。 日本政府は各地の占領軍司令官の指示された時とところに必要な技能を備えた労働者を提供しなければならない。日本政府は占領軍の要求に従い適切な全ての建物を提供しなければならないが発令された。第二次世界大戦後日本本土では燃料不足や交通及び流通網の損害、さらに友好国や占領地を含む 諸外国からの輸入が途絶えたことなどによる食料不足が進み海外からの食料援助や対応を受け入れることを余儀なくされた。日本が受けた支援はユニセフからの援助とララ物資、ケア物資の民間団体などである。アメリカ政府からはガリオアにエロアさんに代表される GHQ を経由した物資輸出、対応が挙げられる。アメリカから食料支給は日本が 輸入禁止を解き、アメリカの要望を受け入れたことへの見返りでもあり、1954年、昭和29年に施行された、アメリカの余剰農産物処理法の最大対象先に、日本が指定されたためである。しかし間もなく、農業や漁業、交通網が復興したことでこのような援助は、必要なくなった。1945年、昭和20年に入り激化した空襲により都市部の、 家屋の多くが消失して、約420万人が住居を失った上、大陸からの引き上げ物や強制帰国を命じられた日系移民らが難民となって帰国した子。さらには、その後、ベビーブームが到来したために住居不足に陥った。さらに、都市部のみならず、占領軍とその家族のために、ビル、商業、娯楽施設、学校、病院、市民公園、住宅、 土地など連合国軍に火災諸とも強制接収された。接収対象の住民は、行く、宛の有無にかかわらず強制的に立ち残された。接収地はフェンスを張り巡らされ、日本人は立ち入り禁止となった。火災を取りに帰ろうとすれば、威嚇射撃を浴びせられた。さらに戦後の極度の物資不足のため建築資材を、欠いた状態で、家屋を失った国民の多くは、うろを防ぐための、 粗末なバラック小屋生活や仮住まい生活を強いられていた。1948年、昭和23年になっても約370万世帯が住居のない状態だった。また、戦後のドイツとヨーロッパ諸国が住宅復興に重点を置いたこととは対照的に占領期間中の GHQ は日本の住宅復興対策に関心を向けず、 建築物資の横流しを防ぐための建築制限、及び、占領軍とその家族のための住宅の強制接種と、建築資材供給及び建設、改築命令を出した程度であった。日本政府は、その対応だけで予算の相当部分を継ぎ込まされ、国民の住宅復旧にまで手が回らない状態だった。占領軍のための物資の確保すら、ままならず、また、納期期限は厳格であり、 政府自ら建築資材を闇市から調達するなど奔走していた。1950年昭和25年には連合国軍人等住宅公社法、1952年昭和27年に廃止が成立した。連合国軍人等住宅公社の運営には対日援助見返り資金が使われた。 サンフランシスコ講和条約による日本の主権回復以降も多くの接種地域が連合国軍及びその家族に占拠、支配されたままで元住民のもとには講和条約締結から数十年経ってからやっとさらちにされた上で返還された。米軍は現状復帰の義務を持っていなかった。上記のように占領機関は航空産業をはじめその他の重工業と 同様、日本の建築業界にとっても、著しい立ち遅れを余儀なくされた空白の7年間であった。連合軍の統治下、外地から引き上げようとしていた民間人が、満州国や日本の占領地域に侵略してきたソ連兵や朝鮮人や中国人から、虐殺や強姦、強制拉致、監禁、強奪などの激しい被害を受け続けていた。また、 日本から分断されていた沖縄県だけでなく、日本本土内においてもアメリカ軍兵士による、おびただしい暴行、殺人、強奪、レイプ事件が日常的に発生していた。占領初期の1ヶ月、神奈川県下だけで2900件の強姦事件が発生し、神奈川県では女学校を閉鎖するなどの処置をとって、強姦の防御に努めた。7年の占領期間中、 本土だけでも少なくとも2536件の占領軍による殺人と3万件以上の強姦事件が発生したとされている。イギリス軍やオーストラリア軍を中心としたイギリス連邦の占領地域でも狩りと称して日本女性がジープ等で拉致され女性が助けを求める声がキャンプ周辺から耐える日がなかったと記されている。ソ連の占領下にあった 北方領土内では、1947年、昭和22年まで、日本人は本土に移住することが許されず、約1万7千人の日本人が無防備のまま、ソ連兵によって殺害され、強姦や強奪の被害にさらされていた。多くの日本兵は、ポツダム宣言に反して、帰還を許されず、現地で臨時にあったり虐殺され、シベリア、朝鮮半島、中国などに抑留され、 強制労働を課せられた。歴史学者ハワード B、ショーンバーガーは戦後日本の占領政策のキーパーソンとして、ダグラス・マッカーサー、ジョセフ・ブルー、トーマス・アーサー・ビッソン、ジェームス・エス・キレン、ハリー・カーン、ウィリアム・ヘンリー・ドレーパー・ジュニア、ジョゼフ・ドッチ、ジョン・フォスター・ダレスの8人を挙げている。占領期を通じて、内閣総理大臣をはじめとする日本国民から、 連合国軍への手紙は50万通に及んだ。手紙の内容は在日韓国、朝鮮人総還を望む者、福音に関する要望、単願、天皇制や民主主義に関する意見、などであった。吉田茂首相は在日朝鮮人の送還費用は、日本政府が負担するとした上で、将来世代の負債となること、 日本経済の再建に貢献しないこと、犯罪割合が高く経済放棄を破る常習犯であり、投獄者が常に0 0零人を超えることなどから、朝鮮人全員の送還を求めた。この年に、アメリカ対日協議会が発足して、逆コースが始まる。48カ国と講和し国交を回復する。なお、ブラジルやメキシコなど、連合国として対日戦線したものの、 日本と一度も戦っていない国も名を連ねている。日本は北緯29度以南の南西諸島と小笠原諸島を残存試験を保持しつつもアメリカから国連への提案があった場合にはアメリカの新宅統治に置くことを認め南からふと千島列島、朝鮮半島、台湾、南洋軍島を放棄した。1953年、昭和28年に 天み群島、1968年、昭和43年に、小笠原諸島、1972年、昭和47年に、琉球諸島、沖縄返還が日本に返還された。また、ソ連に不当占領された、北方領土は放棄していないと主張している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。